こんにちは、ターライフエッセンストの吉田由美です。吉田チャンネルの時間です。バイバイ。今日はこちらの場所を対応します。こちらの車は日産オーラニスモです。でこちらのご紹介は、ニスモ企画部の相葉さんにお話を伺います。相葉さん、お願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。こちらのポイントを教えていただけますか？ですね、このオーラニスモから従来から仙台からニスモあったんですけれども、はい、今回からその、電動の、アピールをするために、この新しい世代の、ニスモのデザインを取り入れてます。というとどんなところが新しい世代のニスモのデザインになるんでしょうか？はい、まずはですね、やっぱり電動 の、 その先進技術を、アピールするためのこの非常に先進的に見えるこのグリルの表現ですとか、あとは、このエアロダイナミクスを、きちんと実現するためのこの、スポイラーの形状ですね。こういったものは、このフォーミュラー E、の、インスピレーションから、使わせてもらっているところもあります。なるほど。であとはちょっと出てる関係ですね。そうですね、実は全長が基準車道内よりも、長くなっております。CD 注意しながらダウンフォース、ダウンフォースを高めるという、そういう設計をされております。あと特徴的なこのニスモのロゴが、従来この、グリルに取り付いていたんですけれども、この新世代の、ニスモデザインということで、今回この、センターのこの一番下の部分にですね、配置しています。なんかこのロゴも、何が変わったんだ、何かちょっと新しくなった感じがするんですけど。そうですね、気のせいですか？すごくグッドポイントで、ちょっと最近こうスマートフォンの中の、ロゴみたいな、少し平面的に見えるんですけれども、そういう、現在の、デジタル、社会、この、デザインの、特徴を反映させてもらってます。フォントが変わったみたいな感じなんですか？そうですね、フォントも変わっております。そして赤の、ここがでもすごい際立ちますね、この辺が。そうですね、ちょっとでもうっかりすっちゃいそう。でもすごいこう精悍な感じに見えます。はい、ちなみに車高も、車両姿勢を20ミリほど、基準の車よりも下げております。それがなおさらこうローワイドな、雰囲気を醸し出しています。20ミリ、わかるかな？言われてみるとちょっと低い感じがします。はい、で横の方に来ると、あ、これはドアミラーが赤、下回りが赤っぽくなってるんですね。やはりサイド方向も、きちっと低く横に張り出すことによって、この、床面の負圧をきちんとキープして、ダウンフォースを高める、そういう効果をもたしています。下部分が強調されますもんね。でホイールも、でホイールもですね、この空気抵抗を、意識した空気抵抗を、減らす、デザインが施されています。このクロームの部分のこの大きさが使われているところが違って変わってますね。だから基本的に空力のデザインを意識すると、こうちょっとホイールの形がフラットな形になってしまうんですけれども、その中にもなおかつスポーティーさをこう3次元的に表現した、そういうホイールになります。なるほど。はい、そして下回りずっと横から見ると、横から見てもやっぱり車高が低いのが分かりますね。はい、でリアも結構やっぱりこう精悍な、この落ち着いた赤に見えますが、この赤が、ニスモの赤って、こんな赤でしたっけ？ですね、先代のノートニスモで使っていた赤は実はもう少し暗い赤だったんですね。少し、明るい赤に今回書いております。なるほど、それでちょっとなんか違う感じがしたんですね。はい、そして後ろにもニスモのロゴがあります。ちなみに後ろはですね、こちらもフォーミュラー E の、ブレーキランプをですね、モチーフにした、粒状の LED のフォグランプになります。なるほど、そうなんだ。いろんなところにそのフォーミュラー E の形跡が、あるわけです。あとインテリアとかもありますか？あとですね、ニスモの今回その新デザインのもう一つの特徴で、
こちらにフォグランプが内蔵されているんですけれども、はい、今回、このオーラニスモ専用で、設計したフォグランプになります、はい。基準の、フォグランプよりも、非常に光量が多くて、あと、より幅広い、部分を照らせるような、そういう専用の、フォグランプに、なっております。お、ライトがつくとシャープな感じ。すごい眩しい。来た。眩しすぎて映らないかも。明るすぎて。すごい光量がしっかりあります。はい、これで例えば暗い、ワインディング路でも、安心して走れる、そういう装備になります。あと、はい、後ろのフォグランプもちょっと今点灯してみたいんですけれども。はい。真ん中がね、はい、はい、この直線のブレーキランプと、はい、あとこの真ん中のこれがフォグランプですね。確かにね、はい、これレースでよく見ますよ、はい。席の方行きましょうか。はい、はい、この赤のラインがね、でニスモと入ってます。はい、でこのステアリングの真ん中に赤のおなじみのあのレッドセンターマーク、はい、はい、これじゃあ座ってみてもいいですか。はい、ちょっとじゃ あ、はい、このスタートストップスイッチも赤ですし、そうですね、スタートスイッチも赤く、あとその下のですね、これモードセレクトの、スイッチも、ニスモ専用の赤の、塗装としてます。これ面白いですよ、はい、ここを見ると、はい、ニスモっていうドライブモードがあったりします。はい、はい、基準車ですと、Sスポーツモードなんですけど、ニスモの場合はそこが、ニスモモードという名前になっております、はい。それだけでもちょっとテンション上がりますよね、はい。そしてここにもニスモ、はい、でこちらの中にも折りがカーボン調の、フィニッシャーになっております、はい。カーボンのこの繊維の中に赤が、そうですね、レッドカーボン調になっております、はい。でこちらにやっぱりこれがちょっとこうスポーティーな、そうですね、感じでしょうか。はい、でシートベルトも赤、はい。これ実は、このニスモロードカーとしてこのシートベルト赤く、はい、したのは初めて の、 ものになります。そうでしたか、はい。そしてここのステッチも赤とグレーですね、はい。なんかすごい赤だけじゃなくてグレーっていうのがなかなか素敵です、はい。このニスモのロゴのカラーとちょっと合わせたのかしら、はい。あとこだわりはルーフトリム、この A ピラーからルーフトリムにかけて、はい、ちょっと分かりにくいですけど、すべて黒色化しております。あ、今ちょっと暗くて分かんないですけど、はい、分かるかな、分かんないな。これはじゃあちょっと後ほど、あれ前はベージュみたい。全型も、ルーフトリムを黒にさせてもらってます。あ、そっか、ほら向こうだと黒じゃなくてベージュみたいな、はい、はい、グレージュっぽい感じの、はい。なるほど、本当だ、全部黒に、はい、はい。主にデザインを外観と内装と見てもらったんですけれども、はい、あと、ニスモならでは の特徴としてはこの非常にスポーティなハンドリング、うん、モータースポーツ由来のハンドリングと、あとは加速感ですね。ああ、大事ですね、はい。でここら辺 の説明を少し追加させてもらいたいと思います、はい。やっぱりニスモっていうとそこに期待してる方も多いですもんね、はい。やっぱり日産モータースポーツですよね、はい。まずハンドリングからいきますと、まず一番大きな違いからいくと、タイヤですね。ああ、タイヤ、そういえば、はい、スルーしちゃいましたね。はい、すいません。タイヤは、うん、はい、ミシュランの、パイロットスポーツ4という、うん、銘柄のタイヤ使ってまして、非常に、グリップが良くて、はい、いいタイヤです。で、そこのタイヤを活かしきる、サスペンションのセッティングということで、うん、フロント、リアともに、ダンパー、スプリングともに、ベースのものから、セッティングを変えております。で、あとはその、シアリオ姿勢を約20ミリほど低くすることによって、非常に引き締まってクイックに曲がる、そういうセッティングになっています。であとはそのリアのショックアブソーバーはさらに手を加えてまして、うん、実は一般的なダンパーって、ツインチューブっていう部品使ってるんですけれども、今回このオーラのニスモではモノチューブというタイプの、ショックアブソーバーを変えてまして、実はピストン、モノチューブって、一つの
チューブって意味なんですけど、あのよりこのダンパーのピストンが大きくなることで、よりこう、減衰力がこう瞬間に立ち上がる、そういうあの、まあ、高級なあの、ショックアブソーバー使ってます。今さすがに見えないですもんね、それは、ね、そうですね、外側からは、はい、なるほど、そうですね、はい、まあ、あとは、きちんとあのヘッドリンスモーらしい車体の補強も、うん、まあ、もうこの、基準車として非常にあの車体剛性があの、よく玉成されてるんですけれども、一番あの後ろの部分ですね、まあ、クロスバーを追加することで、まあ、プロのドライバーがこう感じてもらえるようなそういう車体剛性も、強化してます。なるほど、はい、見えない部分もしっかりスポーティーにニスモらしく仕上げてるってことですね、はい、そうですね。出力とトルクは、まあ、オーラと一緒なんですけれども、実はその、トルクの出し方をあのコントロールする、VCM というあのコントローラーがあって、それをニスモ専用にチューニングしてます。それも見えないか。はい、それも見えないんですけれども実はその、まあ、大型日産が持っている大型 の、 あのドライビングシミュレーター、っていうものがありまして、まあ、それにあのプロの、評価ドライバーが乗り込んで、まあ、一線パターンもうとにかくいろんなプログラムが作れますので、電動システムなので、その一線パターンの組み合わせの中からニスモらしい俊敏で、なおかつ伸びのある加速、そういうものを実現するプログラムを一線パターンの中からあのセレクションして、このニスモモードに搭載してます。そうなんですね、はい、でズバリお値段はおいくらですか？お値段はですね、286万9000円、からですね。なかなかいい。そうですね、あの、基本的にはなかなかいいところに落とし込んだという。そうですね、オーラとの価格差でいくと約、27万円ほどの、まあ、価格差で、まあ、これだけ の、 あの、変更、チューニングの、まあ、された車が買えるということで、まあ、非常に好評、あの今、ね、お得な非常に多くいただいています、はい、ということでお得なモデルです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバーイ。